最後にエールを読ませてください。はい、バロ多すぎ？何が？あ、どこでも。俺もね、バロさっきダウンロードしたわ。そう。もしかしたらちょっとやるかもしれん。友達とかとな。やる時が来たら。うん。ヘースさん。だから、ご飯吸収ブーが最強のブーって言ってんだろうが、240L。感謝します。メックコーランさん。おい、布団ちゃんの影響で、20聞いてみたけど、なかなかよかったわ。虹の向こうへ一緒に歌ってくれ。トゥー、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 ハロー、アユ、ハビ、ファン。ここで僕はもうすごい、ここだけで、虹の向こうへの最終、最大瞬間風速って俺の中でそこなんですよね。ハロー、アユ、ハビ、ファン。なんだかそれすごくない？あ、よすぎない？スマイル。オッケー！ここもういいんですけども、まこちゃんのハロー、アユ、ハビ、ファン。ぜひ皆さん、聞いてください。虹の向こうへ。はい。いいようさん、最近の悩みを聞いてくれ。まだ18なのに立ちが不調すぎる。 AV も見ても立たないと思いきや、バキと小杖のエロシーンで上半身最高のフル勃起したわ。あ、上半期か。上半期最高のフル勃起したわ。バイアグラ買いに行くのは恥ずかしいからどうしたらいいのかな。あー、俺わかんねえけどさ、なんかいるんだよな、なんかさ、その心因的な問題とか、まあそのエロに興味がないというか、興味はあるんだけど、なんかちょっとこうさ、過去のなんかこう一つのエピソードとか、なんか、エロに集中できないとかね。そう、いや18で食生活見直せって多分なんかもう別の問題な気がするけどな。30とかさ、20代後半とか30ぐらいだったらまだあるかもしれないけど、うん、とりあえず俺はバッキバキだわ、とりあえずまだで。やっぱりね、まあとある泌尿器科の先生も言ってたけども、結局は血流だから、糖尿病とかになるとさ、手足の血管とかが細くなったりとか、動脈硬化で生きづらくなっちゃって、まあ、機能しなくなっちゃうっていうのがあるように、チンポもある意味さ、末梢血管じゃん。割と末梢ったら末梢じゃん、中枢ではないじゃん、そんなに。だからそこにやっぱり血液を活かせる習慣っていうのが大事だから、俺割とも朝起きて寝る前、まあ、これからも多分するんだろうけど、うん、やっぱり1日2回続けていくと、あれだわ、ちゃんとこう、うん、渋滞ならないわ、血液の渋滞ならないわ、うん、頑張ってください。だったらばまずは自分のこの、多分これでもいいとこ見つかね、バキと小杖のいいところ見つけたから、そこでまずこすりましょう。ピスタチオさん、布団ちゃん今日も配信お疲れ様。布団ちゃんがあまりにも好きだというので、最近虹の動画見せたら自分も好きになっちゃった。マイカちゃん最高です。あー、マイカちゃん派ですね。いいと思います。はい、僕はマヤちゃん派です。2番目にアヤカ、3番目に最近はリクが好きです。はい、4番目にそうだな、ミヒが好きです。5番目に、マイカかな。うん、はい。あ、リマだな。うん、リマ、マイカよりもリマだな。はい。最下位、いや、順位をつけるな。確かにそうですね。確かに確かに。そもそも順位がないです。ただ、そうだ、何の順位だっていうところですよね。確かに。僕も、間違えてたわ。正解。大卒。マジでそれ、大丈夫。プレゼントあげるわ。これ、どうぞ。はい、次行きましょう。おしゃべりあごまんげ、タイジバルマサオシ、頼むお願いだ、これが合ってるかどうかだけ教えてくれ。3分50秒からです。ちょっとエロだったら嫌だから、ちょっと一回貸して。パーパービーバッパー Are you ready? パーパーピーバッ、3分50秒だったっけ ?3 分50秒。ん？ちょっと見てみましょうか。なんか3分50秒が合ってるかどうか教えてくれだって。有名 YouTuber の絵丸い偏見を考えてみた。野球のバットくらいチッチがありそう。でかい。でかいな。
いや、なるほどなるほどなるほど。あ、これ何これ、勝手に有名 YouTuber たちの、はあ、はあ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 、チンコがどんくらいなのかっていうのを多分勝手に考えられてて、繁盛のこん時の顔わかるわ。これなんだっけ、よく見るよな、繁盛のこん時の顔。いや、繁盛どうなんだろうね。あの、そんな人いる？野球のバットぐらいあるチンチン、お前多分エロくないだろ。逆に見たことあんのか、男のチンチン。野球のバットぐらいあるチンチンおる？この顔でなあ、日本人でこれなあ、え、ネタなのこれ。あ、そういう感じ。でかい、でかいな、なんかすごい野球っぽそうな顔してません？だからちょっと野球極めすぎてだんだんバットに出てきて、あそこが、息子がえ、どういうことですか？待って、あれだわ、パオルムみたいな顔して可愛いな。なんか待って、一瞬パオルムに、あそこが、息子がパオルム、す、かわいい、俺好きだわマジでこの子。いや、可愛いわ。どういうことですか？野球のバットになっちゃったんじゃないかなって、下の方が。似てくるもんなんですか？似てくるもんじゃないですか。やっぱ犬とか、いろんな表情、俺いろんな表情がある人が好きでよ。なんとか繋がれねえのかな？藤田梢さんっていうのか、オッケー。ちょっと、チェックしてくわ、今日。うん、今日チェックするわ、この後。うん、いいな、うん。ちょっとツイッターフォローするかもしれん。松本真っ青さん、待ち合う、こんばんは。最近ローションでモナピーしてるんだけど、実家だから洗わずに寝てるんだ、やばいかな。え、何言ってんのこれ。あ、オナニーのことモナピーって言ってんの、ちょっとよくわかんねえけど。あー、実家だから洗わずに寝てるんだ。あー、まあ、そのまま朝起きたら洗うって感じか。あー、まあ、いいんじゃないかなと。もういいんじゃないかな、うん。お母さん、まあ、どうなんだろうな。うん。だってそれで、おめえがさ、お姉ちゃんとか弟とかいたとしてさ、嫌じゃん。それで、そのまま洗濯でな。どうする、お前の姉ちゃんと受精しちゃったら。嫌だろ、それ。洗濯機の中で。なんかね、うまいこと。よく、怖くないか、それ。ちょ、洗った方がいいっすよ、多分。磯野わかめ酒さん、散歩。女性の落とし物を拾ってあげる。女性の、けげんな目に驚いた。そうか、僕は115キロのデブだったんだ。自己認識が崩れていく。茹でたる暑さの中、僕は汗を流した。ちょ、何言ってるか分かんないっす。ちょっと、うん、何言ってるか分かんないっす。ガンダムザーメンさん、ヨーバッキー、初中見舞いだ。昨日の深夜、突然の腰痛に見舞われてよ。トイレです、叩かせたら、わごっちまって倒れてよ。おピロピロ丸出し、ワッキーも食中毒に気をつけてくれ。はい、ありがとうございます。返します。マリーンチンポーネさん、ビーデルがスポポビッチにやれてるシーンで、自分の何かが目覚めるはあるあるですよね。あー、こう言ってな、持たれてな、ダーンッダーンッつって、ビーデルさん、離せ、ビーデルさんはつって、まだだ。もう少しだっつって、うん、あのシーンですよね、うん、よかったですね、あれね、あれすごい引き伸ばしてましたね、あれね、多分ね。73、布団ちゃん、日本三国っていう漫画面白いですよ。文明レベルが明治頃まで後退した上に、三国に置かれて争う未来の日本が舞台だ。キャラクターとの駆け引きと描写がいい。へえ、日本三国、まず絵を見て決めたい。日本三国、日本三国、うぜえな、この日本三国、RAW ってさ、なんでさ、Google のこのサジェストの一番上が RAW なんだよ、この Google は。ネタバレとかさ。こういうやつなんだ。ちょっと見とくわ。うん、天然水さん、ビルスがチライに浴場したらキモかったわ。200より感じられます。あー、
そこな言っちゃうんですね。まああの確かに、まあ、キモいというからしくないなって思ったわ。キモいかどうか置いといたけど、うん、あとはピッコロがちょっとパンちゃんあのねあの時止めないとことかなんかちょっとねこうなんかこうなあそこの意図がちょっと分かんなかったわ。ゆずぴさん、チンコの皮は剥かないと大きくならないって本当なのか、400円感謝します。いやどうなんですかね、まあ、僕は確かにあの向けなかったです、はい、向けなかったですけど大きくなりませんし、あんまり人並み以下です僕のチンコは。シミだらけの抱きまかさん、今週もクリスピージンジャーポーク作っちゃって他の料理が食べられなくなりそう。なんか結構作ってるんですよ。でお父さんとかにご馳走したとかみんなね言ってくださって、であの簡単で美味しいって、他の食材よりも美味しいなんて言ってくださってね、あのありがたく思ってます。作ってください。逃げ足の速いやつ、スーパーヒーロー見て嬉しいです。ピッコロの新形態セルマックスの感想についても詳しく聞きたいです。映画ブロリーはアマプラで見れるのでぜひ感想も聞かせてほしいです。まああの新形態セルマックスについての感想はまあ本当ね、まあもうねですよねまあ確かにねまあまあでもあのそうだね、なんでクマあんのかなってまずねちょっと、うん、思ったわ。あのあとは名前ダセえなって思ったけど、ただなんだかんだそのピッコロの新たなさ活躍が今後期待できるんだろうなっていうちょっとワクワク、うん、あとはやっぱこうね、きっとあれなんでしょうねご飯って、うん、あの色あの色からすると多分あれなんでしょうね、うん、だからまああのそこが多分今後だね。だからあれは自分の中では今後のドラゴンボールのなんだろういろんな伏線になったんだなって思ったわマジで、うん、あれは、うん、えマジで違うの、え身勝手じゃないの、あれで身勝手じゃないの、あれはビーストっていう名前まビーストっていうのあれえだからまあ一応そう言ってるだけであって、えでも確かにな、確かにテンションが確かに身勝手っぽくなかったんだよ。身勝手の時って割とさ虚無みたいな感覚じゃん、割とさあの時のご飯悪い性格出てたんだよな。あのちょっとさ強くなっちゃうと相手の力をちょっとこうなんだろうなこう見定めようかななんていうちょっと悪いご飯でしたから、そうイキリご飯ね、そうそうイキリ飯、そうビーストか、あれビーストなんか、まあちょっとわかんねえわ。ただ原理はわかんないよ、なんで銀髪なのかとか目が赤なのかとかさ、一応サイヤ人とかもあるじゃん、あのねあのなんであの金髪なのかとかさ、まあわかんない、確かあれだったかもしれない、あの鳥山明先生があのベタ塗りめんどくさいから白くしたみたいなのがもしかしたらあるかもしれないけど、まあちょっといろいろそこら辺のね原理が今後きっとあるかもしれない。はい、さあ行きましょう。中出しドピュリーン着床成功さん、マニアをわいや200L感謝します。ツイフェミを抹消する商品ネタやめときます、200L感謝あります。布団ちゃんジェリーピン、布団ちゃんと20のファンアートを書きました。一番好きな振り付けあったりします。あマジっすか、いや本当っすか、僕と20のファンアート、おめっちゃ待ってすごっ、待ってこれすごいわ、似てるわ、あやか、これはニナかな、まこちゃん、リマ、リク、まゆかではないか、これまゆかだよな多分な、まゆか、まや、みーひ、リオで J.I. パークさんとなぜか女体化した俺、おすごいわこれ、うん、俺合格してんじゃん20に、うん、布団ちゃんさんってキューブあげますっつってあげてる時のやつだわこれ、うん、いやありがとうございます。僕もじゃああれっすね10人目の20人、はい、だってこれから活躍していきたいなと思います。この人のツイッターは布団ちゃんジェリービース、ありがとうございます、めちゃめちゃうまいわこれ、うん、上手だわ、ありがとうございます。ドロチおっぽさん、
就職したから明日への仕事の気合入る一言がさっきあれだな言った人だな、あれ感謝します、頑張ってね。メルメルさん、布団ちゃん、この前整形外科行ったら腰椎椎間板ヘルニアって診断つけて薬漬けの生活でつらいわ。階段登るたびに膝パキパキなるし、まあ、膝パキパキは多分椎間板由来じゃないかもしれないけど、まあよかったじゃん、手術しないでも保存で、まああれでしょ、多分おそらく様子見ていいってなったんじゃないの。中にはもう手術しないといけないぐらいの人もいるからな、うん、まあ経過観察して良くなることを狙います。ドロチオッパさん、大好きありがとう、お前の脇に住みたい、にやける感じします。ドロチオッパさん、にやける感じします、何度もありがとうございます。ニートゲームさん、布団ちゃん、現在交通事故に遭い、ムチ打ちで整形外科に通院中なんですけども、一向に首肩のこり、頭痛が全くなりません。医学療法士、多分これも理学ですね、理学療法士もやる気のないような施術しかしません。何かいいストレッチとかないですか。ムチ打ちでしょ、どんくらい経ってんだろうな、ムチ打ちで、うん、だから何の診断名がついてるかによってさ、アプローチがいろいろ変わってくるからさ、俺が多分ここでこうするといい、足するといいよって言うとちょっとおかしいんだよな、うん、こういう診断名で今何ヶ月目ですとかで、肩の筋肉とかこういう状況にあります、変なこと言わない方がいいから、俺はな、セカンドオピニオンしてみたらどうなんだ、そしたら、うん、セカオピ、またよ、全く良くならないんだったらば、うん、でちょっとやってみるといいと思います。感謝します。同じ文章か、200字感謝します、ありがとうございます。早く良くなったらいいね。イルカスマホ版はドラクエ11のモンスターもたくさん出ておすすめです。操作性も言われているほど悪くないです。オートランもあります。ヌルゲーに関してはオート戦闘やら、楽々冒険を縛れば大丈夫です。ああなるほどね、そういうのもできるんだ。ちょっと明日あれしようかな、やるやらないには置いといて一回インストールして操作性とか一回みんなで見てみようかな。うん、俺オレオさん、松本さん、悪玉ドライブっていうアニメ面白いです、オープニングができるのどうぞ、ちょっと後で見てきます、返します。今上映してるこの映画はクソエロくてよかったわ。ちょっと見てもいいですか。ちょっとエロに関しては僕 OK です。繁盛まで出来上がってんのか繁盛まで出来上がってんのか、繁盛、これな、みんなが、うん、好きなやつな。じゃあさあ、こっからどうなる。なんか足らねえんだよなやっぱ。いやこれ繁盛が悪いわけじゃないんだよ、足りねえ、このパフォーマンスにして圧が足りねえ。これ何やってんだよ繁盛、これ何してんだこれ、これここなんでみんな音痴になるの、なんかいやかっこいいよな安城な、うん、決め顔、やべ全部満ちったわ全部満ちったわ、なんか、いやよかったわ、繁盛とザロの管理でありがとうございます。これはまあ両動画だったわ、からしさん、未だに就活している大学4年生です。周りが内定をもらっていく中で、落ち込んでる日々です。何が励ましの言葉をください。マジか、周りが内定をもらっている、まあ一期一会というか、まあそのなんだ、愛縁起縁と言いますか、まあやっぱね、なんかタイミングじゃなかったんだよ、そう大丈夫、そういつかね、いつか会うとこ来るはず、大丈夫です、7月か、まあ俺も2月に決まったから、俺7月に俺7月から就活して2社ぐらい落ちて、ああどうしようかなと思って遊んでて、2月になんとか、はい、受かったこともあったから、そんな人もいるってことを、はい、
覚えてくれたら幸いです。クレア様、女性ある程度経験してくると女も結構遊んだりしていることを知って女性を信じなくなったんですが、どうしたら女性を信用できますか。彼女ができても心配になってしまいます。まあなんかいいんじゃね、ほっぽっといてって思うけどな。なんか女の子もさ、なんか適度に浮気はしたりとかって、まあ女の子なんか浮気するなんていうさ、エビデンスのない、よくなんかね、あの群衆から現れた言葉たまに見るかもしれないけど、まあなんか俺的には最終的になんか戻ってきてくれたら別にいいやって思っちゃうんだけどな。俺なんかね、なんか昔は絶対浮気なんてダメっていうタイプだったんだけど、なんか俺今俺別になんか、まあ、それでなんか、いいんじゃねとか最近思うようになってきたんだよな、なんか最近。なんかそう、いやなんかそのいいっていうか、別になんか最終的に自分を優先、一番に見てくれてんなら別にいいんじゃねえかなって思うようになってきたけど、わかるよ。でもこういう時俺もあったわ。で37の売れ残り余裕である。うるせえなこいつ、死ねえよお前、死ね。シ・ソンジュンさん、茶碗蒸し好きならここの取り寄せて食ってみてくれ。なんだこれ。いや聞きすぎ、いや大丈夫、こいつね、もともと嵐だから俺知ってるから、こいつ、ゴミだよ、ゴミ、見れない。なんだこれ、吉宗、なにこれ、めちゃめちゃいい店じゃんこれ。茶碗蒸しどこだろう、めっちゃうわーうまそう、うわ腹減ったわ、茶碗蒸しめちゃめちゃ食いたいわ。これいくらすんだろう、これで吉宗の茶碗蒸し、場所がどこにあるんだろう。めっちゃ茶碗蒸しでかいな、これバナー、ツイッターのバナーじゃん、もう。うわすごいね、え、どんぶりサイズの茶碗蒸しなんだって。吉田宗義さん、あ、吉宗って逆から読むのかこれ、わかんねえよ。へえ、すごいでかいねこれ。でいくらなのそれで、値段知りたいわ。いや、いくらだと思うこれ。これ丼でしょ、キュッパチ、オンラインショップで見える、キュッパチ、1000いくかな。いや、丼茶碗蒸しがいくらか知りてえけど、冷凍茶碗蒸し2食入りで、ああでも1167円だ、まあ安いんじゃね。うん、6食だと今度3600円じゃん、まあ意外に思ってる安いんだな。へえ、なんかこれ忘れないうちに取っとこうかなこれ。視聴者から紹介してもらった茶碗蒸し、あ間違えた見てくれ、ま、間違ったわ。間違ったわ、間違って、あれだわ、あれだわ、完全油断してた時の顔だわこれ、油断顔だわこれ、まあ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 、とりあえずいいんだこれは。それツイッターに寄せてくれ、いやいいよ、なんかそれ恥ずかしいからいいわ。次行きましょう。布団ちゃん、頭の体操だよ。全く同じ道のりを行きは時速4キロ、帰りは時速6キロで歩いた場合、全体の平均速度は時速何キロ？直感で答えて、5キロ？合ってる？同じ道でしょ？直感だと4.8 になる計算は何だって、行きは4キロでしょ、帰りは6キロ、あ
そっか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 。でもし1キロで考えたらば、1キロを時速4キロで、時速4キロで走りました。で帰りを1キロを時速6キロで走った場合、平均速度が、待ってこれあれだな、最初勾配数で計算した方がいいなこれな。12キロで多分計算した方がこれ分かりやすいだろう。計算ができない。12、4、3、4、6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 、
大体5じゃん、しかも 4.8 だったらいいんだよそれで。台湾映画の予告一緒に見ない。同じく台湾映画のデボンっていうホラーゲームもかなり怖くていいです。ちょっと見てみたいわ。台湾行って俺さ4号機のパチンコやりたいんだけど、配信で。现在我们来做个测验，请在脑中试着将摩天轮向右转，再向左转。よくせよいいよ。向左，向右。向かって左、向かって右。向右。向かって左。这张火车行进图。このプラットフォームには無限列車っていう列車が止まらない列車が24時間動いています。無限です。よく見ると中に女の人が。パラノーマルアクティビティみたいな感じかな。うわー怖ーい。如果一直想着怪物的话，怪物就会住到你的脑袋里面去了。不要想，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 不要想。怖いごめん、ちょっと怖いわ。毎秒最大瞬間風速なんですけど、あのバックルームのさっきの8分見たのと違って、これもう毎秒最大瞬間風速だわ。もうマジで、これちょっと怖いねこれね、だいぶ。いや瞬間、いや風速じゃなくて風速。次行きましょう。これダイヤモンドだわ。ショートスランプさん、いつもタバコをくださる打足さんが階段を朗読している動画です。これは数分ですが、長いものは2時間ぐらいあります。夏ですが寒くなる。知ってる知ってる知ってるよ。3年前ぐらい打足さんがやってたやつだろ。いい声で階段読むやつ、俺も見せたわあれいいですよね。はい、おのおの皆さんで見てください。布団ちゃん、いよいよ体重が150キロになっちまった。痩せたいけど食べるのが止められない。これそうだな、行動変容、アプローチっていう、まあちょっとじゃあそうだな、あなたに一回少しだけでもそうですね、ちょっとだけちょっとだけね、気合で依存をやめることってできないです人は。一応ダイエットとかってやっぱ気合いじゃ無理なんですよ。自分はダイエットしたいと思ってる、ね、行動変容っていうのは自分の行動を変えたい、タバコをやめたい、お酒やめたい、ダイエットをしたい、そういう時にやっぱりね、こういう風に5期のモデルがあるんですよね。
無関心期、関心期、準備期、準備期、実行期、維持期っつって、まずね、このあなたは今6ヶ月以内に行動を変えようと思っていますか。はい。で、まず自分をここに持っていく、はい、思考に持っていかないといけないです。で、そこをどうするかっていうと、体へのメリットを知る、このままではまずいと思う、周りに影響を与えるとかですね、まずここら辺の活動したらどうですか。飯食ってもいいっす、だけどもまずちょっとまずいとかね、うん、そう、この辺をちょっとまず一回働きかけて、まず無関心期持っていきましょう。はい。で、いかにね、その痩せるための関心に持っていくか、ここさえできちゃえばぶっちゃけと楽なんですよ。そう、本当に最初のここができてないからみんなドロップアウトしちゃうんですよね。はい。なのでぜひですね、この自分の思考をいかに変えるかっていうのを、ちょっと調べてみてやってみてください。気合じゃ無理っす、マジで。タバコとかその辺って、ふとんちゃん、マイクラ視聴者参加型ゲーム提案します。まずふとんちゃんが先に3時間装備を整えた後、10人のふとんちゃんが視聴者を狩るハードコアモードでしょうか。いや、いいと思います、まあ、そんな感じいいと思います。はい、いいと思います。はい、感謝します。そんなのイメージしてます。もうちょっとなんかレギュレーションを考えたいです。高田健志郎さん、ふとんくん、あ、松本くん、シルビアのスパイラルはスカイラインやローレル、ステージあたりと同形状で利用できるっぽいよ。純正品は出るけど2万円ぐらいするから、ヤフオクで8000円ぐらいで買ったよ、楽しみだ。え、これ何す、俺これ高田健志郎さんが何言ってるか分かんねえ。これ何なのこれ、すごい高い車だけど2万円って何これ、あれミニカーのことこれ、多分ミニカーのことかこれ、車のパーツの話か。いや、わかんねえよ。でも金持ちだよ、やっぱトミミニカーのことだよ多分ね、これね。みかんね、まさ、年を取ると腰が曲がり、書く時の視点が見下ろすようになることで絵面が縦に潰れるらしい。後期の高橋留美子の絵、上から覗くようにしてると普通に見える。え、ライフステージによって書き方が変わるっていう研究されてんの、それはなんか興味深いな。これ最近のやつじゃん。ねえ、腰が曲がって書く時の視点が見下ろすようになるから絵面が縦に潰れる。へえ、見る角度の問題なんだ。確かに横広くなってきてるね。イニア社とかランマ2分の1時と比べるとちょっと潰れてきてるわ。でもそれ本当なのか、高橋留美子さんが言ってたのかそれ、留美子先生が。ちょっとわかんねえな。なんかそうするとなんか腰が曲がってるって言ってる感じであれだけどもね。絶対出すマンさん、今23なんですけども、治療中でいけない体になっちゃった。回数を重ねるごとに悪化していき、女性が何回も行くのを見るだけで全自動ディルド化してしまいました。何か改善のアドバイスか。やっぱ治療でしょ。いやだから難しいよなそこも。いや悩むことあったわ確かに。いや医者に聞いてもね、治療ってだって保険で治せるもんじゃないもん。ただね、これね、答えになってないかもしんないけど、俺もさ割と治療タイプだったのよ20代の頃って。だけど今とんでもなくペニスザクだわ、マジでマジでペニスザク早いのよ本当に。すごい早くなっちゃった。うん、なんかなんだろう、あのね、年取るとちょっと涙流しやすくなったりするっていうじゃん。で俺ドラゴンボールでもね、みんな泣いた、俺やっぱすごいポロ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 泣いちゃったの。なんかもうパすんごいもうなんか感じ性豊かになっちゃうので、結構なんかゲームのエンディングで泣くなんてわらみたいな人いたりすると思うんだけど、確かにね、俺ね20代の頃よりも30代4まあ40代になってないけど、30代になってかさ、すげえあれだったんだよね。ごめん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 、うん、音が鳴ったわ。30代ぐらいになってさ、めちゃめちゃ感じ性豊かになっちゃって、うん、もう本当にね変わってくると思うから、そのだからチンポの感度じゃないんだよ俺、だから脳みそなんだよね。だからおそらくそれって脳みそ、あーもう可愛いとかさ、あーもうなんか好きみたいなさ、今日だけは恋人同士でお願いみたいなさ、そう、俺風俗
行ったらちゃんと言うからみんなに、この40分は恋人同士でもいいですかって言うと、みんなニコって言って、それが私たちの仕事だからっつって、みんな言ってくれる。もうたまんないです本当に。みんなもぜひ使ってください、風俗行った時に。だっていいじゃないですか、そんぐらい。この1時間は恋人同士でもいてもらっていいですかっつって、そしたらすぐ手をつないでくれます、こうやって。さあこっちの部屋に行こうっつって、はい、さあ行きましょう。終盤で覚醒したご飯がラスボスに対して、その程度かって言った時にめちゃくちゃヒヤッとしませんでした。さっき言ったやつですよね、その通りです。はい、アナルビーズさん、布団ちゃん精子凍結とか考えてますか？40歳ぐらいにはスペルマの質が落ちて、子供が統合失調症とか自閉症スペクトラムになるリスクが高まるらしいです。怖いね。そうなんだよね、それはね、実際今あるんですよ。結構ね、女性側の問題って結構考えられてたのが10年前ぐらいなんだけど、もう今やっぱりその男性が年取るとね、精子は少なくなるだけじゃなく動かなくなる。精子は人並み以上にあるんだけども、でも実際顕微鏡で見ると動いてないとかって、運動量とかの問題もあったりとかして、でそれでやっぱあったりするんだよね。まあ考えてはないです、正直。考えてはない。飛ばしてる？ん？何を飛ばしてる？エールを飛ばしてる？どこだ？あ、これか。今日レンタカー運転中に台の方を漏らしてしまいました。すぐに路肩に車を止めて、ズボンとパンツを脱ぎ、ティッシュでお尻を拭いて、しばらくフルチンで運転したんだが、どうするのが正解だったでしょうか。レンタカー運転中にうんこを漏らしましたですか。難しいね。いや割と正解だと思うわ。だってみんなもどうする、まずやべ、レンタカーの弁償代どうなんだろうみたいなさ、ちょっと思ったりするけど、正解だと思いますね。もう、はい、大事、割と正解です。はい、ただフルチンじゃなくて、まあ、できたらティッシュだったりタオルを、シートに敷いて二次災害を防ぎながら運転するとなると、やっぱりその予防、はい、医学にのっとったなんか、活動になるんじゃないかなって思いました。はい、みーさん、いつも配信やると僕も布団ちゃんマッド作ってみたんだけど、再生数がゼロだよ。布団ちゃん見なくてもいいからね。それは見てやるしかないだろう。それは見てあげたいよ。見てあげるなんて言ってごめん、見てあげたい。ただちょっとエロだったらあれだから一回隠すわ。バカ脇が、バカ脇が、この映像は投稿者の男性が夜中に散歩をしていた際に撮影されたものである。ちょっと面白いぞ。この世のものとは思えない何かが映り込んでしまった。いや、クソする時の音や、クソした時のミリミリミリ。いやだからこれな、探してな、何の音か分かんねえもんな、こんな。レシートやん。レシートじゃねえかよそれ今。ペラリア。いい。おもろいやん、おもろいよ。お分かりいただけただろうか。
奇妙な相当の木。あ、バブルヘッドな。そして何か臓物を引きちぎっているような破裂音。撮影者が不審に思い近寄るとそこにはお札が祀られていた。杉薬局のな。手に取った瞬間、杉薬局のいいお札じゃねえという声とともに奇怪な現象が起こり始める。最後にはこの世のものとは思えない笑い声とともに映像は捉えている。俺がスモモンの笑い声翌朝モノマネした時に死体で発見された。我々はこの映像について民族学者兼霊能力者の F さんに話を聞くことにした。どうなの、まあ、もう戦争は戦争状況は F さんによると映像を見てしまった我々も危険な状態にあるらしく急遽除霊をしてもらうことになった。これは古くから伝わる除霊法で合いの手を打つように唱えているこの念仏をアーゴ、そして万華鏡のように繰り返し円を描き循環するこの舞を万華と呼び、合わせてこの除霊はアーゴ万華式除霊法と呼ばれている。なんかその後サイレンっぽいとかあるな。我々に聖なる力を持ち霊を払うとされている魔除けの術を与え、日本に古くより言い伝えられる呪霊バーカワキガについて教えてくれた。昔日本がまだ和と呼ばれていた時代、この村ではバキガキと呼ばれる飢饉が起こった。その時代の呪霊がお札を荒らした撮影者のもとに現れたらしい。だがこの現象について昔の書物にはこう記されていた。バカは木が飲んでり。昔の日本の人々はすでに理解していたのだ。その時代を過ごした人のおかげで今私たちの里がある。そう、私たちは霊を恐怖するのではなく敬わなくてはならない。共に祈りましょう。黙祷。いや、ありがとうございました。いや、いい、ちょっと面白かった。いや、あのね、面白かったわ。ミーミさん、しかもちゃんとほら見て、ちゃんとこうやって広報もしてくれてる。布団ちゃんオープンレッグ、魔人の食卓まで、ツイッターまで、最高のマッドだよ、過去一応だと。いや、すごい、これは皆さんパチパチだわ。本当に今後のね、もちろん俺だけじゃなくて、なんかこう才能があると思うわ。なんか4分55秒待ったけど今いなかったもんな、コメントで。な、誰一人とも、なんか消せよみたいなやつ。マジでちゃんとみんな、これが真実なんですよ、ほんとコメントの真実。ハートキャッチしてたぞ、マジで。バックルも超えたぞ、マジで。そう、いや、おもろかった、マジで。愛が、そう、愛となんかほんと工夫、創意工夫。すごい花火見てくれ。そんなすごくねなんかもう画面全体にザーンってなるのかなと思ったけど、期待させといて、この野郎。アナベルさん、モテない男です。同僚の既婚女性にさりげなく肩を触られてドキッと、しました。先輩で素敵な方ですが結婚されたので、この気持ちは胸の奥にしまって忘れようと過ごしていました。ですが布団ちゃんの、これ続き書こうとしたんじゃないか、これ。見上げる感謝します。
もうモロニームさん、もう実際に女性が肛門に対して感じる快楽について科学的に研究されてるぞ、もし興味があったら読んでくれ。なんだんだ今日は、物知りが多すぎだろ。ちょっと知りてえじゃねえか。その女性を対象にした肛門での快楽を実態に調べる超真面目な研究が行われていました。女性が肛門でどのように快楽を感じるか真面目に研究した論文が発表される。海外だねこれ多分ね、おそらく。そうだよね、アナルプレジャーって書いてあるわ。うん、Women's Techniques for Pleasure for Anal Touch Results from a US probably sample of women age 18から、え待って、これ18歳から93歳で調べたの？ すごいねすごいなこの論文。へえ。でまあ、 あのこういう時ってさ、俺論文見る時は、まあ、あの初めにと結果だけとりあえず見るわ最初で、しあの興味深かったら方法とかな考察も見るんだけど、とりあえず結果だけ見たいわ。結果、なので、ま、な結果とりあえず約 40% の女性が肛門表面の刺激を快感を覚え、 35% は浅い挿入を快感と感じ、 40% の女性は肛門への挿入と性器などの他の刺激を同時に行うと快楽であると報告しましたと。ほうほうほう。じゃあまあ半分には満たないけども、はい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 、アナルタッチがおそらく脳みそに来たんですね。へー、肛門の挿入を楽しんでいる女性も 68% 最初は楽しめませんでしたが、時間の経過により楽しめるようになったと。はあ。なお、肛門の刺激が楽しいことに初めて気づいた年齢を調べたところ、14歳から72歳となっており発見の平均年齢は27歳が、まあ、これってさ、これ平均にしちゃうと怖いよね。中央値で言うとまたどうなのってなるとこもあるかもしれないけど、へー、まあ72歳だって、72歳入れちゃったらさ一気に平均ガンって上がるじゃん、おそらくだけどね。えあの14歳が、3件でした、で72歳1件でした、じゃあその平均は何歳ですかってなるとさ一気に平均値ガーンってなるじゃん。だからまあ これ分かんねえけど、まあちょっと、まあサンプル多いのか、まあ多ければ確かに問題ないかもしれないけどな、うん、へえ、いやそうらしいです。ぜひね、ここにもし女性の方が聞いていったらアナリティスクしてみたらいかがでしょうか。はい、次行きましょうか。何のやつ、アナベルさん、アナがあんたがどうなんだろうな、配信を見て笑えば忘れるかなと思ったんですが身の置き場がないというか、布団ちゃん皆さんこんな時どうしますか、ちなみに2回抜きました、あさっきの続きか、はい、まあまあしょうがないよ、2回抜いてね、まあ2回抜き続けることかな、うん、3回行ってもいいと思う、うん、明日も2回抜いて、うん、まああんまりでもね、まあね、俺はね、そうだな、俺上司に、女性の上司とかにまあ好きとかって言っても俺別にいいと思うんだよ、既婚者でもね。いやただこう言えばいい、いや本当にタイプっすわって、うん、そんぐらいいいと思わない、別に好きです、付き合ってくださいなんかあれだけど、いやめちゃめちゃ本当、いや関係性によるけどね、関係性に、じゃ関係性によるよ、なんかその全くなんか関係値が低い人に言ったらあれだけども、そう、俺いいと思うんだけどな、そうダメかな、まあだからそこは難しいんだよな、その関係性をみんなにどう表現したらいいか分かんないわ、うん、多分ダメな理由はもう分かるよ、分かる、うん、まあそっか、ちょっとなんか可愛いねぐらいダメなの、まあダメか、今のご時世ダメか、可愛いねもダメか、うん、タイプっすわ、結婚してなかったらマジタイプっす、あそれはダメだ、結婚したらダメか、うん、まあ難しいね、うん、でも俺はなんか別に関係性ちゃんと自分で分かる人だったら言ってもいいかなって
おまんこをくっさお前俺今日いい魔漢考殺法見てきたんだからさ、なのおまんこくっさっぽ、職場で、お現象かもしれない先輩がいます。唐突なフェラチオちゃんぽん麺とかおまんこ明太子が気まずいです。部下思いで優しい方なんで傷つけたくないんですが、どう反応するのが正解でしょうか。まああのお現象って前頭とかがやれてる人とかが結構出ちゃったりするんだよな。まあその時にフェラチオちゃんぽん麺っつったら、お前のやっぱりおまんこくっさっぽとかって言ったら、多分あれなんじゃないか、何か化学反応がまた生まれるんじゃないか、きっとおそらく、うん、あの頑張ってください。 AV を見せたら途中でスパイギアが出てきました、メール送りました。いやこれなんか俺見たことあるわこれ、ちげえよ、ネトラレ専用マゾチンポマサオにあげる感じします。エールあの URL ちょっとすいません、今日は見ません。第一子にあげる感じします。伊藤直くん6000、あ伊藤直さんすいません、6000も感じします。あの伊藤直くんね、さっきコメントでもみんな言ってたけど、収益化しちゃったらいいじゃんね、せっかくいいクリエイターなんだから、うん、ぜひね、俺は全然俺はいいかなと思うよ、うん。ランスロット鈴木さん、夜勤中に布団ちゃんが配信してると元気もらえます、いつもありがとうございます。いえいえ感謝します。不平等院ブラック趣味さん、親戚の結婚式のために池袋駅の東横に家族で泊まったんだが、ソープにラブホに声でかい中国人が多くてきつかったよ、夕飯はまずい中華だし、こっそり行ったソープもデブスでお前も行ったんかい結局お前も行ったんかよ結婚式はでも自分も幸せだったよ、よかったな。なんだここ懺悔のバカここは、うん、200L 感謝します。アルルさん、ゲンのチャンネルにあるタコスの動画見ておいてくれ、分かった感謝します。感謝します。菊の門どころ晴れて桜丸いやはや満開満開さん、海外の殺人級の花粉数、時間あったらどうぞ。殺人級の花粉ちょっと見てみたいな、はじめなんかと思ったわ、オーラかと思ったわ、すっごっこれやばいわ、なんうーわーくしゃみ出そう、めっちゃめっちゃくしゃみ出そうな、かゆくなるな、なんかな、いやありがとうございます、感謝しマウス。ショートパンソさん、布団ちゃん今日もお疲れ様です。夏の外配信ですが、ロケット花火をするところが見たいです。できればオニアの尻に向けてロケット花火をお願いしますいやまあね、オニア君がこれいいって言ってもなんか今のご時世炎上しそうだわ、もうこれでもね、あ僕の推しですか、いいっすよやりましょう、どんと来いバチ来いまっちゃん言っても多分ね、今のご時世多分きついと思うな、多分な、うん、どうなんだろうな、うん、やってみたいけどな、うん、感謝します。おばちゃんさん、糸を歌うハスキーババアとその刀で熱中症で倒れてるジジイ、何これもう、何このコラボは、クソ再生されてる、いや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 これやばい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 、ああ大丈夫、いやちょっとあのちょっと待ってください、ちょっと待っておっちゃん大丈夫か、タバコ吸ってんじゃねえかおっちゃん、どうしたんだこれ、酔っ払ってる、いやこれ若っ、これさ熱中症だとしたらこれもうアウトだよこんな対策マジでなんでこれ酔っ払ってんじゃねえかな、わかんねえけど熱中症だったらアウトぞ、アウトぞこれもう
しかもさ、縦の人はうわーっていうな。ちょっとそこだけもう一回見たい。なるほど、縦の糸はみんなやーつってんのか。なるほど。ちょっと待って、あのね、熱中症で倒れる瞬間っていうね、あのタイトルは、まあ、タイトルなんだけど、ちょっとなんか違う気がする。なんか違う気がするわ。次行きましょう。雪山とてつもない爆音のおならしから脱粉するカバー。もう見ちゃう、もう今日は気になる。びっくりした。待ってこれさ、俺と同じ人いる？俺カバーがまずさ、2体いると思ってたの俺、まずね。今俺びっくりしたわ。カバーがまず2体いるんだと思って、でそれで一気にさ、カバーぐらって見て、え、同じこと言ってる俺、これマジで。マジで俺全然記憶ねえわ俺、ごめん記憶にない。ごめん、マジ。なんだろう、杉本沙一さん、今年の新しい試みとして友人におすすめされた BL 漫画を見てよ、結構えぐめだけど面白かった。布団ちゃんが今年やってみた新しい試みはありますか？ YouTube、パワーさん、先週布団ちゃんが応援してくれたおかげで最終面接通ったぞ。でも就活終わったら心が泣いちゃって、今日一日チンポの皮ビヨンビヨンしてたよ。モチベ回復してくれないかな。あー、まあいいんじゃない今は。またあのさ、まあ、初日の通勤して、でそっから多分またいろんな情報が入ってきてさ、すごい多分あのその時またねやるぞって気持ちになるから、でそれをいかに持続するかがマジ大事だからな。あのもしあの今年働いた諸君たちも、もう4月にさ入職した時のさモチベないっしょ今7月、ちょっともうあれじゃない、面倒だなって思ってきてる人いるかもしれない、まあ、そうなるんですよ。だからあのいかにね、それはあのあなたのやり方次第。次行きましょう。マツコさん、ケイソンの、ケイソンが V のオフイベに出たんだが、くっそムチムチだった。俺さ、ケイソンさんにはさバレないように見てるつもりなんだけどさ、大丈夫だよなこれさ。なんかことがどんどん大きくなってさ、なんかケイソンさんのなんか裸体をこうやってみんなで見て、チンピクしてるコミュニティってバレないよなこれ。まだいけるよなこれな。どういう状況だこれ。ケイソンさんってまず VTuber におなりになってるんですね。 VTuber の中の人ドスケベコスプレをしてしまう、多分これがケイソンさんなんだろうなきっとな。ん、ちょっと待ってて。ああ、上岡さん、前に魔人で唯一失敗した料理が鯛めしだって言ってたから、ダチョウブドンじゃなくて魔人の食卓で鯛めしリベンジしてほしかったな。あとクリスピージンジャーポークみたいに、布団ちゃんが後世にこれだけは残したいっていう料理があればぜひみたいな。まあちょっとさすがにクリスピージンジャーポークほどないんだよね、オリジナリティですが。鯛めし俺失敗したことあったっけ？
多分ね、タイ飯じゃないんじゃない、唯一失敗したのはタイのお頭にだと思うから多分大丈夫だと思うわ。うん、ということで、今日もね、まあいろいろ皆さんとお話できて楽しかったです。明日なんかちょっとまたいろいろちょっとテストとか調整の枠を取るかもしれません。またどこかでお会いしましょう。まだある、わお。ジェノサイドキャノさん、布団ちゃん最近タバコ始めるんだけどおすすめの銘柄ってありますか。今ピースライト吸ってます。あー、ピースライト、ショートピースですか。あー、僕はメンソール好きなんでね、今は、今もっていうか、あの昔はすごい好きだったんで、俺はまあマルボロメンソールのライト、強かったらスーパーライトからいったらどうかなと思うな。東京特許許可局でバスガス爆発さん、サンブレイクの体験やばい動画2分ぐらいだから見てみてくれ。プレイヤー1、あーだこうだ、ミニマップがない、あ、オロミドロガシか。まあ100、いやだってオロミドロがまるで赤子のように、だいたいモンスターの HP ってさ多分5万ぐらい、これもう死ぬぞこれ。でも大剣っていいエイムマジ必要そうだよな。コタル使って自分でカウンターして4800なんぼでした今で、方向カウンターして、うーわー、これ買う、あ、これ面白そうだなこれ、タックルからの新ため、これ、あ、違う、なんかカウンターに入って新ため、4194、大剣にカウンターやったら、いや、しおお、俺を絶命するぞもうこいつ、命がどんどんなくなるわ。でセルフカウンターして、はい、うわー、これいっちゃんやばいわこれ。うん、いやどうなんだろうこれさ、たださ、大事なのはさ、強い強くない置いといて、プレイスキルがこれどんだけ必要になるかっていう感じなんだよな。いや、いらねえか、定点いらないなこれ。いや正直そんな難しくないかもしれないなこれな。うん、これむずいんだ、あ、これむずいんだ、あ、じゃあまあまあ技術介入が必要だったらばいいんじゃないか。エイペックスやったのにプライド高い松本が、布団ちゃんこの前熱が治らないってコメントしたら病院決定だけどその通りだったから急性肝炎だった、ありがとう命の恩人。いやいや、ね、言ってください、誰がエイペックスやったくさんにプライド高いんだバカ、誰が。テルさん、はじめまして、ドラクエテリーのワンダランド知りました。モンスター系を扱うゲームが好きなのでしたら DS のスライムモリモリ2をおすすめします。あ、ありがとうございます、感謝します。ウニオン侍さん、今回の映画で同人界隈はチライに手を出すために、ブロリーとビルスを突破しないといけないと死にかけてるようです。あー、なるほどね、あのチライがもう表モテだから、あー、なるほど、はぁ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 。OR 夏さん、多分オラ夏だな、 YouTube でも見れる最も柔らかいものを見つけました。だからさ、俺もう見ないつもりだったんだけど、こんな紹介されたらさ見たいじゃん、 YouTube で最も柔らかいものなんて。もうイオリイオマッサージ、じゃあ、あの皆さんに貼っときますんで、はい、ぜひあの見といてください。はい、次行きましょう。
シャブさん、布団ちゃんお疲れ様。今日やっとトップガン見てきたよ。クソ漏れた。ああ、みんな言うね。にやけで感謝します。俺も見てみたい。チャトラさん、エミリー・アーダ・コーダーがビビりすぎて乙女になる繁盛見て。ちょっと見てえじゃねえかよ、乙女になる繁盛。アドビ今日じゃん。面白そうって思っとしな。こうか。心は進化するよ、もっともっと。じゃあエミリーちょっとやってみる。エミリーってホラゲー、エミリーあんのこれ。エミリーこれか。エミリー want to play これ。え、これエミリー want to play ってやつ。じゃあダウンロードするか。これやってみるか。あんまホラゲーやってるイメージないもんね。すぐ終わるならまあ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 いいや。ほんとにすぐ終わるの。何分ぐらいかな。あ、2分30秒。早すぎだろ。俺ホラー無理だけど、これガチホラーバカゲーこれ。とりあえずやるか。俺なんで1日に2回ホラーゲーしてんの。開幕発狂俺これほんとにすごい悪いよな。なあ、品質ローでいいよな。いやハンさんやってるでしょこれは。ハン、じゃあハンさん、ハンさんこれはちょっと、ハンさんなあ、品質ローでいいよな。ビクン、ビクンチョ、米チラ、ハンさん、ゲーモンでかすぎゲーモンでかすぎ憎めねえなメディウムって何。メディウムでいいかとりあえず。怖いんじゃないのこれ。これクソ怖いんじゃないの。ハンジョってさ、ね、怖がると絶対笑うタイプだよな。おっと。ピーツヒア。ゲームでかくない？ダメ、ちょっと待って、ゲームでかすぎこれ。ちょっと待って。でかいね、確かにでかいわな。うん、でかい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 。懐中電灯見つけたのねってなんだよ。なんでそれ、懐中電灯どうやって出すんだよ。はじめ意味わかんねえったからな、法則が。探査は特にねえんだな。よ、お前よくすげえな。俺誰目線の話なんだよ。5時間かかったぞ懐中電灯出すのに。いなくなっちゃった俺さ、マジ怖かったら今日やめるからね。家が板張りになってしまった。もう怖くて、怖くてもうさ、もう可愛いな、怖くてさ、もうさっきからゲームが直視できないんだよ。もうみんなのコメントが助けになってんだよこれ。ねえ、しまって、もう、ね、もういいでしょ。これやった方がいい？これゲーム変えてよくない？正直。ゲーム変えてよくないこれ。もうまだやった方がいいこれ。変えてよくねえゲームこれ。俺今日北海道行くんだけど、明日か。あ、そうなんだ。繁盛？ダメだよ、止まったらダメだよ。うわぁ！怖い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 ！なんで笑ってんだよさ。繁盛だから怖いと笑っちゃうタイプやさな。いや可愛いわ、可愛い可愛い可愛い。ナイスの動画でした、ありがとうございました。へがみへいなすさん、布団ちゃんとみんなの幸せを願います。熱中症に気をつけてね、ありがとうございます。
ファイヤーさん、バンプのライブに行って興奮したのであげます。ギルドと才能人応援歌を歌ってくれてめちゃめちゃ最高でした。フトンちゃん好きになったきっかけの曲や何回にも聴いてる曲はありますか？ちなみに未公開のところの新曲もあったし、43歳の藤君はかっこよかった。あんな40歳になるな、藤君かっこいいよなマジでな。足なぎえし。才能人応援歌めちゃめちゃ俺好きだわ。確かにあのバンプってさ、やっぱりそのギターで結構勝負してる曲も多いし、あとは独特なんだよな前奏とかが、才能人応援歌とか、デデ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 デ、なんかあのなんかこうガチャガチャしたの俺すごいやっぱ好きでね、うん、いいよねあれね、うん、あれねシーソー歌いやすいんです。あれ G と C であの構成されてるから、あのコードが、才能人応援歌が G と C でねこうあの構成されてるやつって結構歌いやすいんですよね。村本さん、最近汗をかくと脇から変な匂いがするんですが、これは脇がなんですか？待ち合わせになりたくないよ。いやだから大丈夫だってば、それは大丈夫、うん、変な匂いが、まあ親とか、まあ周りの友達が指摘してこないんだったら、君は脇から脇がみたいな匂いがする多分若者なだけだ、大丈夫。俺は一度も指摘されたことはない。大陰神です。それ横山みどりの上司がテレ朝をジャックした時の映像です。見納めください。え、ちょっとどういうこと？北海道でも大人気。ああいいや、なんかちょっととりあえず今はこの時期はやめとくわ、なんかもうそういうのは、うん、いいわ。ありがとうございます。神兵衛さん、あ、ケケさん、布団ちゃん、ウィンチケットの広告がパチンコ風になってちょっと面白かったです。ウィンチケットの広告俺出てるらしいんだけど見た？ウィンチケットでミッドナイト競輪新規登録で1000円分ポイント。本当だ、パチンコじゃん。回収率 120% で初心者でも超簡単、主要な決済機能が揃って手数料は0円。パチンコじゃん、ゴッドじゃん。スマホで手軽に投票しよう。競輪ナンバーワンアプリはウィンチケット。今すぐ。いやいや面白い面白い。ミッドナイト競輪またやりてえな。スパイギアさんとかとまたみんなで。神兵衛さん、今日出張先で人生初の風俗行ってきました。メンスでしたが、なんと抜きありでした。1時間じらされて続けてからのフィニッシュが最高でした。布団ちゃんも抜きありメンス探してみてはいかがして。でもさ、あの抜きありとか俺言っちゃったらさ、どうなんだろう、俺風営法的になんか違反した人みたいになりそうじゃない。一応俺メンス今まで1回しか行ったことないけど、一応なかったわ、うん、多分言っちゃダメなんじゃないかな。俺が言ったらアウトになっちゃうんじゃないかな多分な、うん。ガムテープ怪人さん、菊池亜美とファーサマウイカ の叩いてかぶってじゃんけんぽん、何の動画なんだそれは。年齢も寝るぞ、もうやりましょうか。やろうよ、なんかこういうさ、あ、これドキュメンタリーのやつじゃん、これ俺知ってるわ、俺見たわ、俺見たよ、うん。アマプラで見てください。ふとんふともさん、待ちやお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 待ちや、見上げる感じします。山崎さがらのアンパンみたいだな。アダムさん、ふとんさん、今日見てたオルゴールの改良版です。今日はこれを聞いて寝落ちしましょう。じゃあ最後に流します。ふとんふともとの間に合う間に合う間に合う、はい、ということで、今日はお後がよろしいようで、今日は最後にこれを皆さんと一緒に見ながら、寝ましょう。おやすみなさい。これ内緒なんですけど、僕日村さんよりお得に泊まれているんです。アゴダで。え、
それでは最後にこの曲でおやすみなさい。聴いてください。